待て、コーネルピン。こんなところまで追いついてくるとは。行け、お前の力を見せてやるのだよ。しないで。な、ゼロム憑依兵がこうもたやすか。バカな、バカな。ゼロム憑依兵こそ我が輩の力、我が輩の夢。教会もシルバも叩き潰し、我が輩の天才を知らしめる切り札だったのに。人のスピリアを利用して戦わせるような人間が天才なもんか。そんなのはモロキューでアボカドなしょぼくれタマスケ野郎だ。言わせておけば。あれは琥珀のスピルーン。どいつもこいつも、どいつもこいつも、どいつもこいつも、大天才たる我が輩を苔にしやがって、全員ぶっちぶちにぶち殺してやる。スピルオンプ投下する。自分からゼロム憑依兵に。これだけじゃないぞ。我が輩をコケにしやがった。
なるほど、あの女ね。じゃあこれは琥珀の怒りの感情。どうしたんだ、早く琥珀にそれを戻せよ。うん、でも数と状況、どうする？平和のため、お前たちを殺す！殺す！そんな、クーソーさん。スピルンガ、てめえ何しやがる。お兄ちゃんダメ。琥珀あれは機械人間。敵勢力を視認、排除行動を開始する。最優先攻撃目標捕捉、存在を抹消する。最優先攻撃目標、機能停止、排除完了。続いて包囲戦力の掃討に移行する。なんなのあれ。あいつは地下の部屋にあった。クオーティアの遺産が復活するなんて。琥珀、こっちよ。手紙の届け先？わかった、あそこだね。待て、お前たち。よし、あの化け物がゼロム兵を引きつけてる隙に逃げるぞ。待て、お前たち、停止せよ。琥珀が心配だ。帝都へ急ぐぞ。イネスが一緒だし心配ないよ。あの人が一緒なんて逆に心配すぎるよ。今頃琥珀の体と人生は護衛の方にイネスに奪われちゃってるかも。琥珀は可愛さを利用されて日々寝日の営業受付として一生ただ働きさせられるんだ。ガーン、それはありえすぎるぞ。まずいよ。緊急ガンドコダッシュでテートに向かおう。
俺たちの武器は。シグ、念のために聞くが、イネスの言ってた手紙の届け先、どこだか分かってるよな。もちろん、手紙の届け先といえばポストに決まってるじゃないか。でも、どこのポストだろう。おいおい、分かってなかったのかよ。このドアホ、イネスの手紙を届けたのはテートの便利屋ガネットだろうが。テートの便利屋ガネット。はあ、そっちか。そっちってどっちだよ。シングが一人ではぐれてたらこの旅終わってたな。いや、はあ、丸一日は足止めされそうな大検問だ。これは約束の日までにエストレイガに着くのは無理だな。うわ、そんなのやだよ。検問を通らない方法はあるけど、すごく危険なんだ。諦めておくれ。やだやだやだよ。ねえねえ、もしかして帝国軍の検問に引っかからずにテートへ行く道があんの？え？ええ、ドーズモアの森を通れば可能なはずです。でもその森は磁場が乱れていて方角を見失う迷いの森なんです。私たちキャラバンギルドには通り抜けの方法が伝えられているのですが、近頃は獰猛な魔物が増えてとても通れません。失礼ですが、あなた方は？私はキャラバン商人のオーブ、妻のシンディと娘のアンです。俺はシング。この先の帝国軍駐屯地から逃げて、バカ正直にペラペラ喋ってんじゃねえよ。俺たちも急いでテートに行きたいんだ。道を教えてくれるなら護衛は任せてくれ。教会の騎士なんかより腕は確かだぜ。本当ですか？ぜひお願いします。必要なものがあったら言ってください。うわーい、ありがとうお兄ちゃんたち。そういや、シング、コーネルピンのおっさんにすげえこと言ってたな。ああ、モロキューでアボカドなタマスケ野郎だってやつ。うー、やめろ、僕の感性が汚れる。前に俺の村で酔っ払いが喧嘩してた時に言ってたのを思い出してさ、思わず口から出ちゃったんだけど、これってどういう意味？やっぱ分かってなかったか。意味はな、
ダメだ俺にはとても説明できねえ。そんなにすごい意味なの？モロキューでアボカドナ、タマスケ野郎って。だから言うなってば。リチア様の器と確認可能な機動思念術詠唱者の捕捉に失敗。思念反応、探索開始。機能障害、探索も失敗。やはり前回の戦闘で思念探知機能は完全に破壊されたか。これでは主、そして奴の位置も特定できない。追跡目標を器の関係者と推定される一行へと変更する。あれ？どうなってるんだ？まっすぐ進んでたはずなのに。そろそろ磁場の影響が出始めたようですね。少し待ってください。これで磁場の影響はなくなったはずです。この森を南西に抜ければテイとエストレイが。日のあるうちに急ぎましょう。早く早く、約束の日までにテイトに着かなくちゃ。おいアン、危ねえぞ、戻れ。大丈夫かアン。化け物ではない。自分は識別コード IS206 11式ジャック型汎用機械人。主より発行されたオリジナル識別コードはクンツァイト。わけのわからねえこと。一体俺たちに何の用だ。警告、磁場障害発生、方位認識システム不調。磁場障害、方位認識不調？皇帝、自分もエストレーガへ向かいたいのだ。同行の許可を請う。だとさ、どうするよ。よし、一緒に行こう。俺はシングメテオライト、よろしく。お前、こんな正体不明の化け物と旅をする気か？この人、アンを助けてくれたし、結構いいやつじゃないか。ソーマが使えるってことは俺たちと同じようにスピリアを持ってるんだ。オーブさん、この人もテートまで一緒に行くことになったから。エストレーガへの通過ルートに関する明確な指示を期待する。そんな簡単に受け入れていいのかよ。どうなっても知らねえぞ。
Thank you.